コビット19工作員。日本はずっと位置変わって言いながらその位置を奪い続けたアホどもやねんけどな。10年やって一人もおらんっておかしいだろう。市川は詐欺。まずカーの側だからな。カー自体が詐欺。インド太平洋と言いつつ詐欺。ノースフェイスのアホばっかりや。タバコ吸う嫌がらせ。カップルの変なストーカほぼ全員ストーカーやん。ちっせえ素人ばっかりが取り囲む。本当大阪は陰湿な街だな。オリジナルの政治家は俺やっていう。世界中まとめてる国一つもねえだろ。覗き監視の陰湿だ。おっさん詐欺師ばっかりに国が統治できるわけねえだろ。自分の国統治できねえのにストーカーしに来んなっちゅうの。力貸してくださいと言えないアホ。監視して奪えるわけねえだろう。所詮陰湿な詐欺師だから。このストーカー多いな。集団ストーカーって聞いたことある？え？集団ストーカーって聞いたことある？あ、聞いたことないです。はいはい。咳払いやっぱり。やっぱり集団ストーカーやっとんなこいつら。おっさんの陰湿な犯罪。
集団ストーカーって聞いたことある？集団ストーカーって聞いたことある？はい、集団ストーカーって聞いたことある？そんなわけないやろ。さっきのおっさん嫌がらせしとったら、この。一人じゃ、違う方。何やねん。何やねん。お前らチャリ乗ってるやろ、アホ。おっさんの嫌がらせすげえな、やっぱりこの町。セーフティーカメラいる理由がこれだわ。あー、やっぱりロシアが安全かな。大国だな、アメリカかロシアだな。これも工作員だな。うん、やっぱりこの町は出ていこうか。汚ねえおっさんしかいてねえじゃねえか。外国人の左翼ばっかりだな、日本。これもそうだな。お前ら関係ねえだろ、俺の性別に。これもそうだな。グレートミーターバー。